北、出口ホーム北伊丹駅で留置中の車両北伊丹駅は、兵庫県伊丹市北伊丹9丁目にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JR-G53。大阪国際空港の滑走路から稲川を挟んで、北西に800メートルのところに位置し、離着陸ルートの真下にある。登記場の所在地は伊丹市だが、施設の一部は川西市域にもまたがっている。JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。ICOCAや相互利用対象の IC カードが利用可能。島式一面二線のホームを持つ地上駅になっている。ホームの西側には留置線が2本あり、宝塚駅に到着した終電や一部の新三田駅に到着した快速はここまで戻って留置される。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅で改札口は南口と北口の2カ所ある。南口にのもエレベーターが設置されている。普通列車のみの停車のため、日中時間帯は1時間あたり4本が停車する。朝ラッシュ時の大阪方面は本数が多くなる。かつては普通列車であっても当駅を通過する列車があった。2019年度の1日平均乗車人員は5534人である。乗客は伊丹市、川西市民が中心であるが、少数ながら大阪府池田市の住民も利用している。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、周辺には工場が多い。また、北出口の川西市側は大規模なマンションや一戸建てといった住宅街が広がっており、南出口と北出口では様相が違うのが特徴。近年は産業道路こと県道13号尼崎、池田線沿いに、郊外型の家電量販店が立て続けに出店している。また駅東側にペットフードの工場があるため、夏季は特に異臭が漂う。駅の南西、国道171号の高架下に、阪急バスの JR 北伊丹と伊丹市営バスの北伊丹停留所がある。いずれも本数は60分から90分に1本程度である。阪急バス、伊丹市営バス阪急バス、伊丹市営バスハット ABCDEFGHI、JKLMNOPQ、兵庫の鉄道全駅 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、101ページ。ISBN9784343006028。AB 曽根悟、週刊歴史で巡る。鉄道全路線国鉄、JR44 号福知山線、万端線、加古川線、姫新線、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年5月30日、10から11ページ。ICOCAいよいよデビュー。平成15年11月1日より、サービス開始いたします西日本。旅客鉄道プレスリリース2003年8月30日、翌日は宝塚駅、または新三田駅まで改装された後に営業運転に入る。交通公社時刻表1968年10月号、兵庫県統計所山田電機HP、テックランド北、伊丹店。ありがとうございます。